テスラさん、こんな今年の日記は結構下げると思ってるんですが、テスラさんはどう考えますか？なんすかね。なんか僕的にはどっちかって言ったら上げるんじゃないかなと思ってたんですけど、どうなんですかね。あんまり上げると思う年ってないんですけどね。でもなんか今年はちょっと上がるんじゃないかなと思ってるんですけど、感覚的に。まあただ大事なのは、それで上がんなかったからマイナスだったでは済まされないので、なんとなく上がると思っても、結果むちゃくちゃ下げても、プラスで終えなければいけないっていうのは思いますけどね。そうなんか、寿司やめたら、日経3万超えそうですね。まあ戦争なんかでも、今回、ロシア、プーチン大統領ですか？なんかあれ言ってましたよ。なんか、人民を、なんか2026年までになんか増強する。2026年までに、ありましたもんね。めっちゃ長いやんと思って。全然終わらへんやんと思って。あれ、いつまでやるんですかね。2026年までになんか人員を増やすみたいなこと、なんか今日言ってましたよね。何年やるんだっていう。逆に、戦争あったのに、去年そんなされなかったっていうのは、僕的には、すごいね、原油高とかインフレとか、なんか、めちゃくちゃなんか結構世界経済的になんかしんどいことあったじゃないですか、戦争を含め。それでもそんなほとんど下げてないってことは、何もなかったら上がるのかなとか、なんか最近そういうふうに思いますけどね。昨日銀行株を買ったのは長期目線でおしめ狙いですか？もし今デイトレやっていたら、昨日の5倍よりから安値で買っていましたか？実際、まあ、昨日の5番よりは買いましたけど、まあ、あれは自分的には、その前の日とか、その前の日とかが日経上げても銀行弱かったんで、もうすでに警戒売りが相当入ってるなと思ってて、なんで前場も弱かったんで、もうそこで、まあ、現状維持下げてもそこが一番そこかなっていうのはもともと想定してたんで、そこで打診買いしといて、5倍売りで買ってあげて、持ち越して、今日の朝の値動き見て、フラッテンしたところから加速したから、ただこれはもう現状維持だから売りでしょって思ってた人たちの踏み上げの、空売り勢の踏み上げのラテンしたから買い戻さなくちゃの買いに見えたから、そこから落ちてきた時に売って、ただ中長期目線ではだからみたいな感じなんですけど、ちょっとこれは僕の個人的なトレードのあれなんですけど、持ってなくてもノーポジではなかったりするんですね、自分の中では。ロットをとても抑えてるみたいな感覚ですかね。だから、例えば中長期で買いだと思ってる銘柄は、持ってなくても、それは気持ち的には続いてるわけですよ。減らしてるみたいな感覚ですかね。だから、今この瞬間はすごい強いでしょって思ってたら、たくさん持ってるけど、今この瞬間は弱いかもって思ってたら、減らしてるみたいなの、一株も持ってないけど減らしてるみたいな感じなんで、そんな感じでやってるから、デイトレとは違うんですけど、結果デイトレになったりみたいなこともありますし、中長期って持ってる、中長期なんだけど、持ってないみたいなことが、まあ、僕はそういう感じであるんですけどね。ちょっとだから、それを中長期って言うのかもちょっとわかんない。ちょっと、オリジナルすぎてちょっと持ってないのに中長期って変じゃないですか。中長期で持っているじゃないから、でもその言葉がないんですよね、他に。みたいな感じがあります。テスタさん、こんばんは。負けまくって、本当にやばいと自覚して、テスタさんの動画でやっと早く損切りできるようになりました。心を入れ替え、こんなポートフォリオじゃダメだと思い、初めの頃買ったマイナス50%銘柄など、全部損切り、心機一転やり直し中です。株関係ないですが、自分の中で何かが変わって、ダイエットなども始め、順調に継続できてます。テスタさん、本当に感謝です。細かい損切りしては、資金利確してしまい、結果マイナスな日が多く辛いです。何か励ましのお言葉お願いします。まあでも、そのマイナス50%のやつを全部切って
ったっていうのはすごい成長だと思うんで、まあそこからですよね。まあリスタートは本当何回やってもいいので、その新規一点スタートっていうのは僕も何回も何回もありましたからね。やっぱ大負けしてすごい落ち込むけど、落ち込んだ状態でやっても良くないので、なんか取り返そうとかそういう思いが入っちゃうと勝てないので、やっぱり毎回もう明日からスタートとか、明日から一からスタートって本当今でも本当に思ったりやったりはよくあるので、僕も一緒なんで頑張りましょう。はい。いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。ゲートレスケアに関してのご質問です。よく上昇している銘柄の押し目を狙って買いインするのですが、貫かれてしまうことも多いです。押し目買いに向けるコツやヒントは何か加えますでしょうか。貫かれてるってことは押し目じゃないからね。もうだから押し目買いの簡単なのは、買って突き抜けたらもうそれは押し目じゃなかったっていうことになるから、もうすぐ切れるからいいんじゃないですかね。で、また止まったと思ったところで買えばいいと思いますけど、まあ投げても買える準備さえ常に持っとけば、一番ダメなのは、押し目だと思って買ったのに、次こそ押し目だろうと思って投げないっていうのは、それはダメなんで、一回投げて、もう一回買えばいい。この一回突き抜けたら、そのトレードは終わりだって決めておくのが大事じゃないでしょうか。モチベーションを保つコツは何ですか？いや、これはほんとね、引っ越しであったりとか、環境を変えるとか、やっぱ新しいことをやる。もうこれしかないし、やっぱ結局マンネリと飽きがモチベーションの低下に大きく関わってくるんで、もういかに自分で飽きないかの工夫っていうのは、さすがにやっぱり18年、19年目ですからね。さすがに普通に考えたら飽きますもんね。どう考えたって飽きますから、やっぱそれはもう別のことやるしかないんですよね。だから本当いろいろやって、やっぱ新しいことやると楽しいし、その新しいことできるのも結局株関連してるから新しいことができるわけなんで、だから頑張ろうとか、そういうふうに自分の場合やってます。エサさん、今後は一戸建てに住みたいと思いますか？あんま思わないですかね。一戸建て、今は思わないですかね。マンション住んでて、やっぱりマンションの方が、なんか、ゴミ捨て、その階に捨てるとかあって、24時間捨てれるから楽とか、防犯的にもマンションの方が、なんか、いろんなとこカメラついてるから、安心とか。県屋とかだと、まあ、一人暮らしなんで、なんか、海外旅行中ですとか言ったら、もう 100% 家にいないってバレちゃうわけだから、まあ、一軒家の方がなんかちょっと危ない気がしますね。まあ、ただ取るもんがないですけどね、自分の家。なんか今日、ちょうど後でリップ返そうと思ってた質問があったんですけど、なんか誘拐されてお金取られたら怖くないですかみたいな、書いていた人がいたんですけど、株と証券口座にしかお金入ってないから、家にそんなお金もないし、なんか持っていくものも別に、一人暮らしでいるのにないし、そんなソファーとか持っていけないだろうし、証券株ってなると、一回その株を売って、それが現金化されて、何日か経って出金申請して、出金されて、出金された時にようやく銀行口座に入って、で、銀行口座から誰かが出金しないと、現金が手に入らないわけなんで、まあ、送金するにしても1日1000万しかできないとかあるから、だからなんかハードルが高い気がしますけどね。何日もかかったりするんで、難しそうな気がします。